い、こんにちはくんです。ということで今回から始まる新しいマインクラフトの企画神クラフトやっていこうかなと思います。今回のですね企画はですね、まあともかくサーバーに入ってワールドを生成してから話しましょうか。はい、ということでワールドにまず入ってみましょう。なんかすごいいい感じだね。今回すごいいい感じですね。でですね、前回の企画から引き続き参加してる人もいるんですけど、今回は新規参加者がなんと20名もいます。なので、まあかなりね大波乱が巻き起こるだろうと思います、ね、企画趣旨なんですけど、真面目にやろうと。それ殴り合ったりせずね、殴り合ったり、そう叩いてね人殺したりとかもそういうのもなく、真面目にマインクラフトやっていこうっていう風な、趣旨であります。まあとはいえ、人数はとりあえず50人程度かな。ちょっと待って、俺死ぬ、マジで死ぬから見てくん、何どうした、何これ、なんか URL 貼ってる。何これ、これ誰、これ新規の子、これなんか鎖骨会話が賑わってるらしいので俺も鎖骨さらします。こいつか。カプセルくん。オッケー。ちょっとな、もう、そういうのはなしだから、バンするね。はい。ということで、一人目のね、バンが出てしまいましたが、まあ、やっていきましょうか。なんか、早かったね、一人目のバンが出るのは。ちょっとみんな、家作ろうぜ、家。な、ちょっと、なんかお前、鎖骨見せてない？じゃあみんな、切ってこよっか。始まりの家を作ろうぜ。誰に任せるか。建築うまそうなやつに任せようぜ。下手だったらバンしようぜ。建築うまそうなやつに任せて。このエビフライってやつどうだ？こいつにやらせてみようぜ。はい、じゃあここだね。ここ集合ね。ここに物資を持ってきてください。物資持って集合、ここ。楽しみだな。どういうコンセプトで行くかね、今回は。ああ、いいじゃん。早速物資が。作って。最初の、始まりの倉庫だぞ。なんか喧嘩になってる。なんか、喧嘩してる、この二人。大丈夫、なんか喧嘩してるぞ。あ、逃げてた。殺された。もう殺し合いになってんだ。ちょっとチェスト作って、ここに俺たちの王国を作ろう。まずは、50人で。あとは、今回の神50人クラフトで、やりたいことをちょっとリスト化してまして、まずは、どこだっけな。40人クラフト。40人で同時に1チャンク掘ってみる。40人で村を荒らしてみる。40人でネザー要塞完全制圧したったしてみる。40人、ごめんじゃない、40人じゃなかった。まあとにかくね、まあ50人で力を合わせていろいろやっていきましょう。なんかこう花を置くね。なんかミッドサマーみたいな雰囲気にしたくないか？映画の。この周りにさ、花いっぱい置こうぜ。今日マイクラ雑談の人バンしていい？どうやって入るんですか？いきなり沼ってんのか？オルト F4 かな？っていうかさ、なんか教会みたいなの作りたくないか。ちょっとこのゴミ小屋壊していいぞ、じゃあなる。壊してくれ、ここ。全部解体。めっちゃ悲しそうな顔しとるやん。うん、解体して、ここら辺に教会、この丘の上に教会作ろうぜ。平和な象徴。僕の？何言ってんだ？てめえ。あ、こいつが作ってんのか。ラクーン1616。じゃあこいつ責任者ってことでこいつバンでもいいか。そいつ40人クラフトにいた。マジで？え、それマジの話？お前40人クラフトにいたの？お前。あ、そうか、いたわ、お前。いた。スパイじゃん。説明しよう。40人クラフトとは、他の YouTuber の方がやってる企画で、リスナー参加型企画です。これスパイじゃね、こいつ。マジか。not D。not D って何？ D って何？ not どうするってこと？これバンでいいか、これ。スパイじゃないのか。こいつ、ちょっと警戒しとかないとダメだな。まだ泳がしとこう。もしかしたら何か面白いことしてくれるかもしんねえから。で、教会はどうなったんだ？教会の制作は。誰がするんだっけ？誰か作る人？ファマス。じゃあファマスくんに任せようかな。ファマス、簡潔に作ってほしい。教会のコンセプトは？シーズン3最終回で教会のコンセプト発表。あ、それいいかもね。神倉最終回でコンセプト発表するか。教会のコンセプトは。映画とかでもよくあるじゃん。じゃあちょっとお願いね。おい。おい、ファマス、どこ行ってんだ、お前。ここだよ。この丘の上に建てて。みんな丘作ろうぜ。ここに丘作って、そう、丘みたいなの作って、丘の上に教会があるみたいな。ここに作るか。ここちょっと平らにして、たい焼きが労働してるね。すごい。人が変わったようだ。すごい、一生懸命なんか労働してる。喋ったらバンとかありそうで。そんなことないよ。カテルテ君、大丈夫だよ。やっぱ新人いびりしてる、なんか。せっかく俺が大丈夫だよって言ったのに。食べ物ください。誰か食べ物班作るか。畑。小太郎くん。君は畑を作ったらどうだ？食べ物供給。ほんと、小太郎と一緒になんか畑作れるやついるかな？鉄たぬきだろうな。やっぱここは。鉄たぬきも畑を手伝ってほしいかな。畑の場所どうしよっか。これで安泰だな。鉄たぬきだったら大丈夫だ。このじゃあ、ここね。小太郎と鉄たぬき TP するよ。ここね。
ちょっと待って、ちょっと待って。あの、なんか一人なんかおかしいんだけど、やばい。ごめんなさい、もう TP しない、。やばい。ごめん、ちょっと TP してちょっと怒らせちゃった。こいついいんじゃない？ペンションさん。お前ふざけて、名前面白いな、お前。ベン・ジョンソンって。もうなかなかいいな、お前。名前。ベン・ジョンソン。ベン・ジョンソンと、コタローと、眠すぎ0912って、この3人で作って。よろしく。3人でこう畑作ってね。ん？これも新規の人か。おい。このし、ちょっと、おい、ジャダム、こいつ、ちょっと、なんか、使ってやってくれね、この MS94 ってやつ。新規らしい。うん。ちょっと使え、ちょっと絡みにくいな。一緒にやろっか。ほら。どうしたらいいのかな。うん。じゃあ、鉄掘ろっか。仲良くね。行こう。オッケー。あー、作ってる、早速ベッド。いいね。もう喧嘩になってる。なんでもう喧嘩になってんだよ。おかしいだろ。あれ作りたいな。睡眠できる場所。みんなが安らいで睡眠できる、睡眠ハウス作りたいな。こいつに任せるか。おい。ハム、お前隔離所作って。あの、みんなを隔離する。睡眠所作ってくれ。ここでいいよ。ここら辺で。ベッド大量に置いてね。なんだあれ。なんか、勝手に作ってる人がいるぞ、なんか。おい。このご時世に、私利私欲に負けて勝手に作ってるやついるぞ。まあ、もうちょっと泳がせよう。この辺も、この水もいらないから水も埋めるか。おい。お前、水埋めろ。頼むぞ。おー、いいね。でもなんか、ちょっとこんな、綺麗な段々にするのなんか微妙くない？もっとなんかこう、雑な段々の方が良くないか。え？もうそういう。すごいな。なんか、おかしくない？なんかアイテムの取り合いが。そう、おかしく、なんかさ、似たようなスキンいない？なんか君。なんか似てない？君たち。二人。なんか似てる人たちいるよね。ほらほらほら。怪獣さんと似てない？なんかこの三人似てない？なんか似てないか？この辺。なんか全然なんか同じなんだけど。プヤーと怪獣さんとクラモチが一緒なんだけど、ほぼ。ほとんど一緒だぞ、スキン。なんかこいつ一番立体感あるけどさ。見分けづらいから一つに絞るか。だから勝った人が黄色で、二番目に勝った人が赤、次は緑で信号機やろうぜ。デスマッチさせるか。これから信号機な、君たちは。あとなんだっけ？プミャーみたいな名前のやつ。忘れてた。どこ行ったあいつら。プミャーみたいな名前のやつ。あ、来た。あ、死んだ。じゃあ君赤で。怪獣さんってやつは。あ、もう死んだんだ、怪獣さん。もう死んだの？全部お前がぶっ殺したの？さすがだな。じゃあ怪獣さんが赤で、このプミャーってやつは緑で。これからそれな。頼むぞ。何してんの？ロボスミ。なんか欲しいものとかある？あ、ね、いろいろね、選考基準をね、ちょっといろいろ、ちょっと おしゃべりしていきたいんですけど、それぞれね、結構壮絶なメンバーになってて、なかなかね、プロフィールも面白い見ていくと。まあ、全くこう、バックボーン不明な奴らも何人か入れてるんだけど、ちゃんとバックボーンがあって入ってる奴らはね、なかなかのこう、精鋭しかいないよ。あ、そうだ、チンコくださいって言ってた奴か。こいつ。最終的にチンコしゃぶるのが目標みたいな、なんか確かそういう奴じゃなかったっけ。俺最適じゃん。いつ暇やったぜ。一応そんな感じですね。なんかもう、だから、行かれたやつしかいないよ。この中には。基本的に。だからまだね、片鱗が見えてないけど、全員行かれてるから。署名のチンコ欲しい。すげえな。なんかもう、恥も外聞もねえな。あ、この怪獣さんってやつはね、そうだ。こいつ面白いスペックなんだよ、この怪獣さんってやつ。怪獣さんのちょっとスペックをちょっと読み上げると、11歳。みんなでマイクラをしたい。あと友達に自慢したい枠だったね。友達に自慢したい枠として入ってきた、あの、ガチのクソガキ。あの、神倉クソガキ枠として、この怪獣、怪獣さんだよ。そりゃそうでしょ。かわいいじゃん。じゃあ、倉持よろしくな。怪獣さんがなんかやらかしたらお前のせいな。倉持がバンだ。あの、保護監督責任。ってことで。おばさんに絡まれてる。やめろよ、カキカマ。よしこちゃんはカキカマの8つ上とかぐらいだけど、そんなこと言うなよ。そんなこと言うなって、確かに年齢は上かもしれないし、カキカマの方が、ブランド的に女子高生ブランドがあるし、価値があるのかもしれないけど、そんなこと言うなって。いや、9個ですよ。
や、マインクラフトで殺すぐらいしかできないんだ。ロゼピンよりも年上。ロゼピンってそんな年上だったっけ？こいつそんな年いってたっけな。まあ、こいつ元 JK だからな。まあまあ、果実も熟したら美味しいですし。すごいな。暴言が飛び交うな。すさまじいクラフトっぷりだね。いいね。くん、アレンのスキン見て。あー、なるほど。そういう感じなんだ。ギレンじゃないのこれ。あー、なるほど。こいつはね、あ、こいつやばいやつだ。あ、ごめん、本物。ここ本物だね。長文ガチ勢みたいな。ちょっと参考までに貼ると、もうね、見せきれないレベルの長文だね、これ。まあまあ、だいたいこんな感じの文章を、これの3倍ぐらい送ってきて、誰も読んでないんだけど、中身は。中身興味なさすぎて誰も読んでないけど、まあ、こいつやばいやつっぽいなってことで、一応やばいやつ枠、やべえやつ枠、なんかのきっかけで暴発しそうだなっていう、多分ほんまもんだよ。期待、アレンには期待していいと思う。多分なんかやってくれる。なんか書き込みハマってね、くんさん。あのね、なに、俺も一緒にハマろっか。ネタよしこちゃんに潰された、かわいそうに、あの、声再現するから、ね。そうなんだ。もう潰されたって知らねえよブース。それ見せたかったな。ここは面白くなりそうだな。カキカマとヨシコちゃんはパパが頑張ってる。ネザー行けるだけの子、ネザー行ってる人いる。はぁ、おい、ネザー勝手に開けたやついんのか。まだパート1なのに。パート1の目的違うぞ。パート1の目的は丘の上に教会を作ろうだからな。よし、バンだ。バンの時間だ。ヘイエルジャバ。ピピ。ヘイエルジャバ。あれ、もしかしていない？どうすんだこれ。ちょっと待って。なんかログで見えないか。ペマグ。あ、ペマグがやったのか。こいつか。ペマグ。ロシアのマークしやがって。こいつの素性は？こいつ300人クラフトから入ってきたやつか。みんないい知らせがある。こいつは童貞じゃない。こいつ非童貞だ。300人クラフトっていう企画は、荒らさない人を増やすために、あの、童貞は荒らすっていうジンクスがあるから、こいつは非童貞。どうするみんな、この非童貞。処刑するか。なんか、懐かしいじゃないか。処刑台を作ろう。あ、ペマグクラッシュさせられた。はぁ、処刑台作ろう。どこに作るか。てか、教会作れたの？教会、早う作れや。パート1で教会作って終わりだぞ。あいつ遅いな。ちょ、たい焼きさん？たい焼きさん？ポケモンバトルしてんの？なんかポケモンバトルしてる、なんか。ピカチュウとヤドンでポケモンバトルしてるな。なんか、教会が作られてない代わりに、コタロウの畑はできたね。ちょ、ハマス、ささっとさ、教会みたいなもの作ってくるの？機能できるもの。もうちょっと待って。何言ってんのなんでこれ争ってんの？ IQ 同じ？ついてきて、なんだ。あ、これ新しい人が建てた、カイキングの建てた家か。お金払います。建築できる人を追いつくってください。カイキングハウス。あ、パート1でやるそれ。カイキング、壊れた家はまた作ればええ。大丈夫、もう一回作ろう。カイキング、壊れた家は大丈夫、家はまた作ればいい。修復や。生きてる限り、かすり傷、すべては。なんで燃やしてんだ。よし、さっさと教会作ろう。さっさと教会作るぞ。もう、ファマス、もういいだろ、もう。もう TP するぞ、ファマス。待って、手伝うよ。ほら、解禁が手伝うって。あと1分。カイキング、じゃあ、ベース部分を作ってくれ。あと多分これ、多分足んないぞ、これ。まあ、なければ資材は奪い取ればいい。資材奪い取ろう。持ってそうなやつから奪い取るよ、俺は。持つものから。資材回収する。資材いっぱい回収したよ。落ちてた。自然に。すげえ量のこのピッケルとかあるな。準備できた。よし。じゃあ、作ってくれ。お前、ふざけんな。おい。お前準備できたって、お前の装備が準備できただけじゃねえかよ。おい。
おい、お前の、お前の装備じゃねえかよ、ふざけんな。ということで、残念ながらパート1で教会を作ることはできませんでした。バイバイ。